はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。オノマトサイバーリュウ死亡のお知らせかわいそうにな、悔しいでしょうね。ということで、本日は、スキルの修正とリミットレギュレーションの発表が、9月の27日本日ね14時にありましたんで、こちらの、まあ、発表の内容もね皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに、思っております。ものすごい量の信じられんほどの数のスキルが修正されまして、信じられんほどのカードが規制になりましたんで、今日の動画めちゃくちゃ長くなると思います。多分やりながらね、なんかやりながら聞いていただければなと思うんで、早速ちょっと、くっちゃべっていきたいなと思うんですが、まずですね、画面の説明しておくと、一応左側がゲーム画面になってまして、右側の画面が一応ディスコードの方の画面を映してるんですけど、このディスコードの画面は何かっていうと、私が一応その規制内容を見て、なんかその、まあ、思ったことというかを、書いてる、まあ、そういうね、スレッドになってますね。これをちょっと見ながらね皆さん見ていただければと思うんですが、まずですねスキル、10月の14日から10月の16日頃に公開予定のアプリバージョンにて、修正されますと。でスキル変更文は、スキル変更文じゃない、スキル説明文は、なんか毎回さ、なんかスキル説明文だけ買うのなんかおかしいんだよね、現地。なんかすごいめんどくさいなと思って、一致させてほしいなと思ってるんだけど、ここは10月の21日に変わると。で、11個あります、スキル。まずスキルから見ていくんですけど、これ11個あるんですよ、修正が。多すぎてなんか、見るのも嫌になるみたいな見るのも嫌になるみたいな話なんですけど、まずはね、最強のイーブルヒーローっていうのを、見ていきたいんですけども、これは強化されましたね、一応。補修カードの追加実装、まあ、具体的にはこれ、覇王城ですね。今度のイベントで覇王城が追加されるらしいんですけど、覇王城の追加に伴い、キャラクターの固有スキルを使いやすくするために強化しますと。前半の部分は、修正前と修正後変わってないんですけど、この下の部分、自分の手札のマリシャスエッジをデッキに戻すと、なんかデッキからレベル6の悪魔族持ってこれるよ、みたいな。とか、あと、イービルヒーローモンスターの、場合は、レベルに関係なくて、加えられると。エッジ戻してなんか何でも持ってこれ、みたいな。とか、あとは、レベル合計が7以上になるように、悪魔族モンスター1体を、デッキに戻すと、デッキから、エッジを、まあ、手札に加えるよっていう。まあ、そんな感じのね、効果になってますと。まあ、正直言って、ちょっと安定感はある程度増したのかもしれませんが、イービルヒーロー自体が、マジで昭和なんですよ。あのカードの性能昭和すぎてあのカードの性能マジで令和のこのゲームに対して昭和すぎるんですよね。なんで早めにですね、これマリシャスエッジとアダスターゴールドと実装してもらってよろしいですか。マジでイーヴィルヒーローってこの2体ないと戦えないんだよね。なんでかっていうと性能が昭和だから。だから次のパックにベインとアダスターゴールドが入ってなかった場合、私はブチ切れることに決めています。はい。で、次。ゼアルウェポン。これね。これ強化されました。デッキの一番上のカードをゼアルウェポンモンスターにする際に、選択できるモンスターの種類。これ増やします。ということで。どういう風になるかっていうと、スキルテキストに変更はありませんが、多分ね、これね、アシュラブローとか、新しいパックでさ、ゼアルウェポンモンスターって、多分、ちょいちょい追加されてくると思うんですよ、これから。今後もね、ペガサスツインセイバーとか、なんかめちゃくちゃ強いゼアルウェポンいっぱいいるんで、まあ、そういうのが、まあ、追加されていくたびに、多分このスキルはおそらく強化されていくんじゃないかなと思うんで、まあ、今後もね、強化が期待できる最強スキルと言ってるでしょ、これは。はい。楽しみですね。で、次。ギャラクシーフォトン。これはね、強化されました。これ、もともと強いのに、なんで強化されたみたいな話あるんですけど、まあ、多分ギャラクシーフォトンを使わせたいのかな、運営は。ナンバーズハンターにふさわしいスキルになるように強化しますと。人は俺をナンバーズハンターと呼ぶとか言ってますけどね、カイトさんは。なんか呼んでる人、一人も見たことないんですけども、修正後はどうなるかっていうと、手札からギャラクシーモンスターまたはフォトンモンスター1体をデッキに戻して、デッキからギャラクシー魔法トラップカードまたはフォトン魔法トラップを1枚手札に加えるっていうのは同じですね、これ。これ今までの同じ。で、このスキルはデッキエクストラ的なモンスターが光属性およびナンバーズモンスターのみのデッキを設定してデッキ力を貸した場合、つまり何が言いたいかっていうと、ナンバーズだったら入れてもいいんですよ。ナンバーズだったら入れてもいい、つまり今までは光属性しか無理でした、これ修正前は。なんですけど、これナンバーズだったら入れてもいいんで、例えばデッドリシンとかね、これデッドリシンとかが採用できるようになりました。闇属性ですけど、あいつは
だこれから出てくるなんかその強そうなナンバーズモンスターっていっぱいいると思うんですけど、ああいうモンスターであれば全て入れることができるようになります。はい、いいですねこのスキルは。まあ、将来性もあって非常にいいあのスキルになるんじゃないかなと思いますね。はい、だからまあフォトンスラッシャーとなんかバニッシャー並べてフォトンだけじゃなくて何らかの、強そうなナンバーズも出てくると覚えておきましょうこれからはね。はい、で次、機械の城、うん、これはねぶっちゃけそんなに強くないんだけどスキルとしてはね、キャラクターの固有スキルを使いやすくするために強化しますということで、別に使いやすくなったかって言われても使いやすくはなったけど、別にこれ使ってる人マジで見たことないから。見たことあります皆さん？俺はない。機械の城、自分の手札の気候モンスター1体をポジションデッキに戻し、デッキ外から気候城を、1枚手札に加えるよっていうスキルですね。これあの気候低モンスターを戻さなきゃいけなかったんですよ、あの抽選前は。これなんか気候モンスターであれば何でも戻していいみたいな話になりました。うん、だからなんだかはめっちゃあるけどね。うん、で気候城ってのはこのカードね。これもうね、効果読んでいただければ分かるんですけどね、別にそんなに強くないんですよね。だからプラシドごっこ、プラスラッシュシドごっこをするためには必要なスキルなんじゃないかなと思うんで、そういう方はぜひこのスキル使って遊んでいただければと思います。はい、で次、オノマトランス、やべえほど弱体化入りました。あのねビビるぐらい弱体化されまして、別物ですね。もう完全に別物スキルとなりました。衝撃的な、スキルの修正、この、スキル弱体化したんですけども、このスキルによってオノマトデッキの様々な、戦術を安定して行えるようになっており、あらゆるデッキに対して有利な戦術で対応できるため下方修正しますって書いてあるんですけど、まあ、簡単に言うとオノマト一色の環境やばくねってなったっていうことですね。で、修正後は、どうなるかっていうと、まずねデュエル中に一度になります。これ今まではデュエル中に2度発動できたんですよ。これ一度になりますね。なんでなんかその開始でガガガヘッドを召喚されてなんかまた盤面返されるみたいなことはなかなかしづらくなりますね、オノマトデッキも。で、一番でかい修正はこのエクストラデッキの縛りで、これがですね、ちなみにデッキ内にズババガガゴゴドロドモンスターが12枚以上存在するっていう、文言も追加されてますんで、これも結構めんどくさいですよ。今までそのオノマトデッキは最小限に抑えて汎用魔法トラップでなんか妨害してくるみたいなね、なんかそれ本当にオノマトデッキかみたいなオノマトデッキがあったんですけども、これを修正されたことによって、一応ある程度のオノマトモンスターを入れないといけないと。で、さらにこのエクストラデッキがマジで辛くて、ホープエクシーズモンスター2枚以上存在すると。だから要はまずホープとホープレイは確定で入るでしょうね、これからは。オノマトデッキで要はエクストラデッキの7枠分の7分の2がもう固定されるわけですよ。で、さらに、ナンバーズモンスターまたはゼアルウェポンモンスター以外のランク5以上のモンスターが存在してはいけないと。だからですね、何が言いたいかっていうと、これですね、フォトンストリークバウンサーとかセイクリッドトリムスメシエ7、採用ができません。つまりですね、ランク6とかランク5とか強いなんかやついるじゃん、汎用の。あれはオノマトからは飛んできませんと。このね、修正がめちゃくちゃ痛いと思うわ、オノマト。今まではだって正直先行はフォトンストリークバウンサーに任して、で後攻はトレミスでバウンスみたいな感じの動きだったじゃないですか。なんでこれができなくなる、これはすごい弱体化だよ。で、要するにかつてのオノマトランスにね、はないと。もうエクシーズモンスターの盤面処理能力が相当低くなったんで、正直だいぶ弱くなるので、オノマトはもう一気にティアから落ちるんじゃないかなと僕は思っていますけども。はい、ホープホープレイで頑張ろう。うん、ライオ重装合体してライオアームズをつけて頑張ろう。はい、で次、サイバー流奥義、やっとね、やっとこのスキルが知りましたね。もうね、何回修正されたんだろう、これ2回くらいもう修正されてるんですよ多分このスキル。ものすごい大幅な弱体化が入りまして、サイバードラゴンデッキは、長期にわたって、活躍しており、もう長期とかいうレベルじゃないですよね、もういつまでおんねんお前みたいな俺は負けたくないって言いながらもう一生勝ち続けてるんで、あいつはもうそろそろいいでしょみたいな感じになったんでしょうね。環境の固定化の一因になっているため、環境の変化を促進する目的でこのスキルを下方修正しますと。どういう風になるかっていうと、修正後は2000ライフ以下の場合1度だけ使用できるっていうのは変わりませんね。4000を下回っているライフ1000につき1体まで手札デッキからサイバードラゴンを0にして攻撃表示でフィールドに出す。つまりですね、
あのね、もうね、無から有を想像することはできなくなりました。プロトサイバードラゴンを想像するっていう、ペガサス顔負けの創造者のスキル、あれはできなくなりました。なんでかっていうと、手札がデッキにサイバードラゴンがないといけないんで。いやー、おかしかったからね、このスキル。どう考えても。だからその、ライフポイント減らして、小津祭打って、小津祭1枚からモンスター生やすっていう、なんか意味不明なスキルだったんですよ。なんでっていうスキルだったんで、まあ、これが修正されました。やりましたね。もう、納得がいけなかったから、これは。ねえ、このスキルでフィールドに出したらサイバードラゴンはリリースできない自動的コードだみたいな、まあ、あの、この、修正のこれ、これは、まあ、今までと変わらないみたいな感じですね。はい。で、しかも、次の相手ターンの終了時まで自分はサイバーエンドドラゴンしか出せねえと。要するに、サイバーツインさえも出せないんですよ。サイバーツインも、プロ、なんだ、キメラテックランページもキメラテックオーバーも出せないんですよ。相手ターンの終了時まで。だからなんか、速攻魔法、相手の、そのターン中になんかそのサイバーロードフュージョンとかでサイバーツインとかを出すこともできない。このスキルを使ってしまうと。あまりにも弱いね。あまりにも弱い。だから、まあ正直ちょっと、環境に似すぎたっていうのもまああるんですけど、まあ運営的にはね、魔法カードでモンスターを製造するのは禁止しろということですね。で、俺たち的には、いや、遅えと。まあそういうことです。はい。まあスキルリンクス終了のお知らせと言ってもいいかもしれないですね。今まで、あのノマトランスとサイバーリューはめちゃくちゃそのぶっ壊れスキルだったんで、まあ、この後もぶっ壊れスキル修正されてるんですけども、まあ、スキルリンクスだんだん修正されて終わってきてるなっていう感覚はある。で、お次はデモンズレゾナンスと龍騎士へ至る道に関してなんですけど、これね、両方ともね、結構弱体化入りましたね。まあ、簡単に言うと、お前ら初手操作しすぎなんだよって死ねみたいな話なんですけども、両方ともね、安定感が落ちますね、ある程度。修正後、デモンズレゾナンスに関してなんですが、まずですね、手札のリゾネーターモンスターをデッキに戻すことが必要になりました。今まではこう、リゾネーターモンスターを相手に見せてから、手札何でもデッキに戻すことができたんですけども、これ、リゾネーターモンスターじゃないといけないんですよ、デッキに戻すの。だから、リゾネーター用は、2枚必要ですね、初手に。展開するには。リゾネータ、リゾネータが被ってるとか、コールリゾネータがあるとかいう状態であれば、1枚を、ワイルドワインドとかに変えることはできますけれども、ちょっと要求値が高くなりましたね。だから、リゾネータ1枚あればなんとかなるみたいな、話ではなくなったんで、ちょっと安定感落ちますね。これ、一気にね。で、エクストラデッキの縛りもかなり強くなるんですけれども、デッキにリゾネーターカード、メインデッキもそうか。メインデッキはデッキにリゾネーターカードが8枚以上存在していて、ドラゴン族と闇属性以外のモンスターが存在しない。つまりですね、今までなんかそのエアーマンからブルーディー出すとかね、リゾネーターデッキからとか、あとオベリスク出すとかあったじゃないですか。あれはできなくなると、ドラゴン族と悪魔族しか入んなくなるんで、そういうなんかその汎用的に強い、アドバンス召喚とかリリースして特殊召喚できるような強いモンスターは入れづらくなりましたね。はい。まあ、ただ、ガイウスとかは、邪帝ね。邪帝ガイウスとかはまだ悪魔族だから入るとは思います。はい。で、エクストラデッキも縛りがつきまして、レッドデーモンズドラゴンとスカーレットノバドラゴンが、存在して、ドラゴン族、悪魔族、ドラゴン族闇属性、または悪魔族のシングルモンスター以外のモンスターが存在しないっていう。要は、お前ら、レモンデッキだ言うて、リゾネーターデッキだって言ってんのに、レモンとスカーレットノバ入ってないのどういうことやと。おジャックの魂のデッキなんだからレオン使えみたいな話なんですよね。まあ、ここがちょっと7話分の2潰れるんで、まあ、汎用モンスターは入れづらくなりましたということですね。まあ、さっき言ったのがこうバーって書いてありますんで、手札にリゾネーターモンスターが2種類ないといけないっていうのがかなりね厳しいですね。今まではコールリゾネーター1枚でも引ければ展開できたんで、めっちゃ強かったんですけども、これがちょっとね微妙な雰囲気を醸し出している。で、エクスタのレモンとスカノバは、まあ、一応質強いけど、まあ、今まで通りとはいかないかなっていう、まあ、そんな感じですね。で、ちなみにサンダードラゴンとか、炎王とか、この混ぜ物構築あったじゃないですか。今まで。なんかサンドラリゾネーターみたいな。炎王リゾネーターみたいな。いろいろね、あったと思うんですけども、あれは完全に否定されました。なんでかっていうと、種族が、悪魔族、または、ドラゴン族だっけ、しか入れることできないみたいな感じになってるんで、はい。で、お次は、龍騎士へ至る道なんですけど、これに関してもね、手札のモンスター1枚をデッキに戻して使用できるに変わりました。この文言以外は変わってません。手札を今までは1枚デッキに戻す何でもよかったんですよ。
デッキに戻す手札は。だから魔法トラップカードを戻してもよかったし、あのまあもちろんモンスターを戻してもよかったんですけど、ここがあのモンスターシティになったんですよ、戻すカードが。あと文言同じなんですけどね。だから何が言いたいかっていうと、その安定感が落ちるというか構築が変わる、ちょっとね。これどういう風になるかっていうと、要はあのデッキに戻すその手札、これをモンスターに限定したことによって脳死で融合できるわけではなくなりました。なんでかっていうと、ガイアオアカオ、あのカース、あの要は初動に使うモンスターですね、あれ以外に手札にモンスターが必要なんですよ。要はモンスターを2枚所定に握る必要があるってことですね。だからあの汎用モンスター、汎用モンスターじゃない、汎用枠、汎用魔法罠枠、例えば聖杯とか月の書とかをいっぱい積んでモンスターは最小限にするっていう構築が、まあ、結構ガイアあったと思うんですけど、これにしてると要はモンスター1枚しか来ないから融合できんっていうパターンあるじゃないですか。だからちょっと汎用魔法罠を減らしてモンスターを増やすっていう、まあ、そういう必要があるんですね、あの初動の安定感を増やすためには。だから、まあ、多少その汎用枠の採用があの減少したりとかっていうことが起きると思うんで、今までのガイアよりは明らかに弱くなると思いますね。はい、まあ言うてもモンスター2体手札に握ってればね、めちゃくちゃ強いモンスターがバンって出てこれるんで、まあ強いは強いですけどね、はい、まあちょっと安定感が若干落ちるっていう、はい、で次、セットデルタアクセル、これに関してなんですが、まあ、これも弱体化ですね。 TG モンスターの、枚数が少ないデッキ構築でも TG ハルバードキャノンを容易に召喚できるため、TG ハルバードキャノンを召喚する、なんか難易度を上げる調整をしますということで、モンスター生えてきたんですよ。その今までのスキルだとなんか意味わかんないぐらい強かったじゃないですか、レスプロドラゴンフライを生やすっていう、この謎の製造スキルね修正前はその TG が2体出てれば、自分のエクストラデッキから TG をなんか生やせるみたいなあのスキルだったんですけども、これが、手札のコストがいります。これからは、自分が TG のシンクロモンスター2体以上シンクロ召喚したターンに自分の手札の TG カードを1枚をデッキに戻して自分のエクストラデッキから TG レシピロドラゴンフライを生やすということなんで、まあ、要は今までの展開にプラスして手札に TG を抱えろということなんですよ。だからやっぱりこれもね、上の2つのスキルと同じように、まあ、ちょっと要求値が高くなりましたっていう、まあ、そんな感じですね。やっぱりね、どう考えてもノーコストでレシピを生やすとかいうのはやばかったんであまりにも強かったんで、まあ、これはしょうがないかなということで、手札コストがそれが TG カードなければいけないんで、まあ、廃用カードの採用数がまあちょっと減るんじゃないかなみたいなね。だからまあこれもなんか上の規制と似てますよね。要はちょっとだけ手札の要求値を高くして構築を少しなんだろう、そのキャラクター寄せにしてもらって汎用魔法トラップでなんか妨害するのをなくすみたいな、まあ、そんな感じのイメージなのかなと思います。で、お次、これ、終わらない罠地獄、これもね弱体化されました。これなんならめちゃくちゃ弱体化してるんで一番俺にとっては痛いなんですよ。なんでかっていうと罠地獄害悪をめちゃくちゃいっぱい作ってきたんで一番俺は痛えんですけど、トラップカードが使いやすい、環境、対戦環境になったため下方修正しますって書いてあるんですよね、まあ、トラップカードが使いやすい環境ってなんだって感じでなんか補足するんだったらぶっ壊れスキルで初手の安定感を上げちゃったから、そのなんか汎用札積む枠いっぱいできちゃいましたと。だからぶっ壊れ罠を実装しまくってなんかトラップカードめっちゃ強いみたいになってるから、まあ、それをちょっとやめたいみたいなね。でもそういう話ですね。で、修正後手札をね戻せって言われました。今までは自分の墓地にトラップカードが3枚以上あればね回収して、1枚でさらに、その2枚をデッキに持つだけ、まあ、要は1枚ハンドが増えるんですよ。今までのハンドはハンドはっていうか今までのスキルはなんですけど、これからの終わらない罠地獄は、1枚手札をデッキに戻す必要があるんで、アドバンテージ的には変わりません。プラマイゼロです。だから強くないですこのスキル。今までは単純に手札が1枚増えるのがめっちゃ強かったんで最強だったんですけども、まあ、これねプラマイゼロはねぶっちゃけねそんなに強くないし正直弱いね。なんならスキル一応罠回収できるとはいえ、まあ、一応デッキ切り対策とかには使えるんでまだね外役デッキとか頑張れば使えますけど、なんか単純な罠火知らん類とかさ、ああいうなんか罠火テラナイトとかああいう罠火とかにはちょっとやっぱり採用されづらくなるんだろうなっていう、まあそういう印象ですね、はい、で、
最後もうスキルめちゃくちゃ長いやなマジで、どんだけ喋ってんだ俺。ヒーローフラッシュ、これも弱体化入りました。これですね、主にトラップカードのコスト確保に使用されているためヒーローデッキでのみ使用できるように加護修正、まあ、何が言いたいかっていうと、主に手札に加えたヒーロー魔法が、天罰、因果切断、サンダーブレイク、神の摂理のコストにしかなっていませんでした、すいませんでしたっていうね、そういうことです。皆さん、ご存知か分かんないんですけども、ヒーローフラッシュ害悪っていう最強デッキがありましたね。これがあまりにも強かったんですけども、ヒーローフラッシュ害悪っていうのは、まあ、要はヒーローの魔法トラップをコストになんかめっちゃトラップカードを使うみたいなデッキなんですよ。これが、修正になりました。で、修正後は、デッキの中が全てヒーローモンスターでなければいけない、でさらにヒーロー通常モンスターが4種類以上いないといけないっていう、まあ、そういう文言が追加されましたね、うん。まあ、一応ねそういう文言はまあ追加はされたんですけども、だから言うて、そのなんだ、このヒーロークラッシュ害悪っていう地獄みたいなデッキを規制したかったんでしょうけども、まあ、ヒーローしか使えなくなったとはいえ、結局そのトラップカードはまだ生きてるんですよ。因果切断とか天罰とかサンダーブレイクとかあたりは生きてるんで、まだね、ヒーロークラッシュ害悪はね、いけると思うね。お前まだ使う気かみたいな話なんですけど、まだ使えるとは思います。はい。なんで、まあ、ウィンダとかね、耐久モンスターを入れづらくなったので、まあ、それはそれで、ちょっと弱体化ですけども、まあ、ぶっちゃけ、なんか、まだいけそう。また作るわ、ヒーローフラッシュ解約。で、リミットレギュレーションの発表についてもやっていきましょう。どんだけ長いの、この動画。喋ること多すぎなんだよね。こんだけ、ちなみにリミット発表あったんですけど、スキル修正以外にね、何枚だ ?1、2、3、4、5、6、7枚か。7枚。話していきましょう。リミット適用は10月の13日のリミット適用になるんで、まあ、2週間ちょっとですか、2週間ちょっとぐらい、3週間ぐらいかあるんですけども、リミット1、これはあれらしい、エンタメイトらしい、ここエンタメイトらしい、エンタメイトコール、エンタメイトカードの追加を予定していますが、それに伴いこのカードでデュエルを停滞させることが可能になるために規制しますと。なんかテストプレイやってる風のテストプレイなんてやってないと言われていた、このテストプレイやってる風のなんか動き見せてますけど、でこのエンタメイトコールはなんかその直接攻撃宣言じゃなくて、エンタメイトを攻撃無効にしてなんかエンタメイトを持ってこれるみたいなカードなんですよ。まあ、これなんか規制されるみたいで、まあね、エンタメイトってめっちゃ強いんですよ。OCG の方ではね、なんかすごい禁止カードいっぱい、禁止カードっていうか規制カードいっぱい出てるし、OCG でもね、なんか環境一色にした経験があるらしいんでね、まあ多分こういうカードを規制した方がいいと判断したんでしょうかね。なんか滞在人デッキらしいんですよね、エンタメイトって。まあ、なんで、まあ、あらかじめ規制する、なんかパターンと一緒よ。地区等墨折、芽吹くとか、地区等墨折、なんかその植物族強化を予定しているため、芽吹くとか、地区等墨折を規制しますみたいなね。まあ、前の規制発表でありましたけど、あれ本当に必要だったんかと思ってますけどね、未だにね、俺は。で、リミット2ですね、問題はこの2からですね。あまりにもね、かわいそうなリミットが、あるんですけれども、サイバーロードフュージョンなんですが、スキルで殺されて、で、さらにリミットでも殺されてるんですよ。なんか、打天使の K と一緒ですね、やってることは。これ。打天使の K と一緒。サイバーロードフュージョン、サイバー流奥義がかなり弱体化されましたと。で、サイバーネティックオーバーフローと、あとサイバーネティックフュージョンサポート、サイバーロードフュージョンっていう、この3種類がリミットにかぶりしてるんで、デッキ構築めっちゃきついと思うわ。打天使よりきついんじゃないみたいな話あるけどね。でスキル、やばすぎる弱体が入っているということで、まあ、全国のヘルカイザー亮さんは完全に死亡しています。はい。息してます元気、元気にな。ちゃんとしっかりと精神保って生きていくんだぞ。うん。で、さすがに、まあ、これ、今後はそのサイバー領域戦いそうにないと思うんで、まあ、手札融合で頑張ろうみたいなデッキになっちゃうんじゃないかな、というふうに思うんですけどね。はい。で、リミット2の続き、万華鏡華麗なる分身。これに関しては、まあ、そんなになんか別に痛くないかなっていう、リミット2は入ったんですけど、ハーピー多少弱体化されましたけど、まだいけます。多分。狡猾、実質ね、狡猾エネコン、禁止令みたいな感じなんですけど、まあ、ここリミット2、になったところでハーピーって別に強い魔法トラップいっぱいあるから詰めるじゃないですか。例えばなんか30枚構築だったら天罰とか摂理とかね、ああいう陰説とかもありますし、あとなんだ、月の書とかも普通に詰めますし、デモンズチェーンとかね、いろいろあるんで、別になんか
あの、硬滑、まあ一応硬滑一応強いから、まあ硬滑入れるけど、入れられるんだったら、まあ硬滑なくても強いみたいな感じのデッキになるんじゃないかなっていうね。まあそんな感じですね。で、孤高の獣。これもね、でかいよね。これあの、サンダードラゴンと、あとおまけでメタファイズが大幅に弱体化入るんですけど、あのサンダードラゴンって、あの実質、その、まあ、要は援軍と封印の黄金室っていうカードがリミット2で入ってたんで、初動カードだったんですよね。で、この孤高の獣もあの初動カードだったんで、これが3種類、全部リミット2に入っちゃったんですよ、リミット2にね。だから、まあ、実質初動が一気に減るんですね。黄金室、援軍、なんか孤高の獣の中から2枚みたいな感じなんで、すごい辛いんですよ。今までは一応孤高獣3枚と、まあ、封印の動き数2枚とかあだったんで、まあ、5枚は一応なんかその絶対動けるみたいな反動は来るかなみたいな感じだったんですけど、これが2枚になるんで、5枚が2枚になるのはかなりきついと思います。はい、まあ、打天使の K、サイバーリの K に引き続きサンダラの K っていうのがまあ仲間入りしてる可能性があるんですけど、ただね、あの思うのはサンダードラゴンってメインパーツはまだ生きてるんですよ。あの雷電流サンダードラゴンとか、あの雷鳥竜スタンダードラゴンとかね、ああいう系のモンスター全部生きてるんでね、まだなんとかなるとは思う。これあの防御札をいっぱい入れて、例えばその闇の誘惑をするとか、あのリツキルね、闇の誘惑をするとか、あとあの悪魔送りするとかっていうことをすれば、多分ねまだなんとか動けると思うし、なんかなんなら強いまであるわ。手札誘発めっちゃ増えて、なんか全然ワンキル取れねえみたいな話があるんで、もしかしたら全然なんかスキルの修正意味ねえ、スキルっていうかリミット修正意味ねえじゃねえかってなる可能性はある、このカードに関してはね。まあ しかも、闇の誘惑っていうカードもまだカードでは来てないし、サンドラは融合体もねあるんで、まだまだね強化の余地は残していますよ。まだ俺は変身を3回残してるみたいな感じなんでフリーザ様みたいな感じなんで、まだいけます。で、メタファイズも地味にカイトロイドと黄金室とあの国王の獣っていう、まあ、3種類がねリミットに入ってしまったんで、まあ、地味に無事死亡しています。はい地味に、ね、で、まあでも言うてん、まあ、あのメタファイズ使ってるとそんないないと思うからだけど、でですね、リミットこの3ですね、3これはね、あのね今更感は結構あるんだけど、あの底なし落としやな、リミット3ですね。一応リミット3なんで、まあ、補填とかはないです、はい、ないんですけど、これはあの予想的にはシンクロエクシーズペンデラム全てを粉砕できる最強のトラップなんですよ。これやっぱりそのシンクロエクシーズペンデラムを拒否するデッキとして、やっぱりその底なし落とし穴で埋めてしまうっていうのがあると思うんで、これをあらかじめそのリミット3に入れておくことによって、まあ、これからねペンデラムになりあの何なりを出していくときに、まあ、売りやすくするみたいなことなんでしょうね。多分リミット3なんで、でもまだ耐えてます。別に入れられないっていうカードじゃないから、多分ね、あの底なしリミット2以下にしたらさ、またその返金騒動みたいな起きるから、まあその辺もなんかそのケアしてるんだろうけど、まあ、小津祭とかアレイスターとかベイルとかあの辺と一緒のリミットになってるんで、なんか言うてその全部のデッキに入るかって言われるとそうでもないじゃないですか、そういうモンスターって、モンスターとか魔法トラップって。だからまあ別になんかそこまで痛いデッキあるかと言われると、まあその今のところはあんま思いつかないかなみたいな感じですね、はい。で、リミット解除、リミット解除は財宝とあと、アマゾネスの吸収なんですけど、まず財宝への隠し通路はサイレントソードマンのなんかそのワンキルデッキがあったんですよ、昔。あまりにも昔すぎて誰も覚えてないかもしれないけど、財宝への隠し通路使ってなんか最装になんかその、なんだっけ、剣、あの沈黙の剣打ってワンキルするみたいなデッキがなんかめっちゃ強かったんで、まあ、その時にリミット入ったんですけど、まあ今考えるとこれなんで今リミット入ってたみたいな話なんで着用されました。環境で悪さするようなカードではないと俺も思う。まあ、周回デッキとかね、あとなんかワンキルデッキ、俺がよく作ってるなんか世界の終わりワンキルデッキみたいな、ああいうデッキには使いそうにじゃないかなと思うんで、はい、まあいいかなと。あとは今度実装されるね、超獣武者デッキとかビッグ弁慶とかなんか結構相性が良さそうなんで3500ダイレクトみたいなことできるんで、まあちょっと面白そうかなと思ってますね、はい。で、アマゾネスの吸収に関しては今まではずっとリミット、3だったんですよね。それがまあ無制限になりましたと。でリミット3にしてみたけど環境に何も影響を与えないところか誰も使ってないっていう
感じだったんで、やっとリミット解除というですね、まあ、このカードがねリミット解除されるっていう環境結構やばいと思いますけどね。これ9期かなんかの最強のアマゾネスサポートカードでしょ、10期だっけちょっと覚えてないけど、なんかめっちゃ強い、あのすげえ最近のカードなんですよねこれね。だからまあこれがリミット解除されてる時点でどんだけデュエルリンクスがインフレしてきたのかっていうのが、まあ、分かるかなというふうに思いますね。一応最後にですね、まだ喋るかって感じなんですけども、2021年の9月の27日のリミットレギュレーションのスキル修正を受けて、まあ弱体化するスキルとかを、まあ、一応考えてみたんで、まあ、僕言うてその環境把握得意じゃないんでね、やってないから、だからなんとなくの、まあ、感覚でしかないんだけど、大幅弱体化するデッキは、まあ、サイバー流ですね。まずデッキ構築を根本から否定されているっていう、はい、でオノマトランスはエクストラデッキが大幅弱体化してしまったと。でメタファイズは初動札が大幅に減少している。なので、オマラネマジョクデッキはどかすげないから弱いという感じですね。メタファイズはかわいそう。なんかひっそりと死んでいった。で、弱体化に関してはサンダードラゴン。まあ、初動札大幅に減少していると。まあ、ただし、悪魔送りとか闇の誘惑が初動になりそうなんで、まあ、手札誘発積めばまだいけそうかなとは思いますね。なんか、まだワンチャン強い。で、リゾネーター、まあ、デモンズレゾナンスの安定感はまだあるんで、セーフかなとはちょっと思うけど、まあ、でも言うて、言うは、要求値が、高くなってるんで、まあ、弱体化ですよね。で、ルークシガイアも同じような感じ。で、ヒーロークラッシュガイアフは、まあ、罠が強いんで、まあ、多分まだいける。ギリギリ。で、セットデルタアクセル TG も手札要求値上昇して、コスト必要なんで、まあ、汎用カード枠を減らして、まあ、TG をね、ちょっと増やす必要あるんじゃないかな、みたいな。まあ、そんな感じですね。で、ほぼ影響なしと言えるのは、まあ、ハーピー。まあ、リミットかかったぐらいでは別に、ハーピー知らねえから、まあ、多分なんとかなんだろうな、みたいな感じですね。で、あと、ギャラクシーフォトン。まあ、これは強化ですね。エクストラの縛りが良くなりましたっていう。まあ、そんな感じですかね。まあ、今後ね、多分ね、ペンデラムデッキとか増えてくると思うんで、また環境多分結構変わってくると思うんですよ。なんで、まあ、またね、その辺の動画をね、まあ、いっぱいデッキを出して皆さんに楽しんでいただこうかなと思うんで、まあ、このリミットに気落ちせずにね、これからも、ぜひね、僕の動画見て、楽しんでいただければなと思うんで、ぜひ、新ワールド、楽しみましょう。お楽しみは、これからだ。